皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もウォッチドグス2遊んでいきましょう。さあ今日もですね、メインオペレーションを潰していきましょう。今日は奴隷狩り、シグナル傍受、ハッカースペースでデッドセクのメンバーと会え、ブルームの人工衛星の帰還回路に介入する作戦はかなりの効果を上げており、利益も上がっている。ハッカースペースに行き、他にデッドセックが手に入れたものはないか確かめようというミッション。一旦ハッカースペースに戻って、さあ着きました。奴隷狩り、一体狩られる奴隷は誰なのか。で、ティーボーン、どうした、レイ。ジョッシュがガリレーから妙なものを見つけた。暗号、コメントは中国語だ。ああ、中国人が衛星バックボーンをハックしたのか。衛星じゃない、中国とアメリカを結ぶ海底ケーブルよ、うん、しかも妙なのはそれだけじゃない。ブルームがハックを監視してる。ハッカーはデータを盗んでニューヨーク証券取引所で儲けてるらしい。ハッカーのインサイダー取引か。別に珍しくないだろう。よく聞け、使ってるプログラムはジョシュドラムロール、パターン認識ソフトだ。こいつはどう見てもベルウェザーだろ。ブルームは知ってるんだろ、なんで放置してるんだ。それを話し合ってる。確かなことは何もない。ただ分かってることは、中国人ハッカーがサンフランシスコに貨物船を入港させた。積まれてたコンテナが港に届いた頃よ。調べてみよう。ジョシュ。そしたらね、ベイブリッジ付近の貨物コンテナの中身を調べろ。それがこっちのハトバ、ここに飛んで、そっちの奥。よしたら、コンテナの番号は LV426。 俺のオタク度を試してんのか。少しだけね。 SIBU707 から始まる。了解、見えてはいるが、他のコンテナが邪魔だな。どかさないと。 LV426 なんだっけ、多分エイリアン。で、そいつか。他のコンテナをどかしていく。多分そのクレーン。さあそこのコンテナをガッチャンコして、ん、これはつかめる。どう、こっちか、こっちね。こう下げて、よしで上げて、こっちへポイ。これでこいつを開いて、よしで、ミッション開始。おい、嘘だろ。おい落ち着け、落ち着けってろ。謎だ。この辺りで人身売買をする中国人は、アンティスボーイズ。とんでもなく高級な人身売買だ。俺の前のアパートより快適そうだ。写真を送れ。受け取った。誰なの、なんか鼻血出てるけど。ヌードル翻訳と仲が悪いんだ。やつは普通の積み荷じゃない。それでどうすればいい。ネットで写真を探してくれ。多分
この待遇なら教育も受けてる。オッケー。じゃあ中国から始める。分かったら連絡するよ。オッケー。あ、それからアメリカへようこそ。人身売買。運んでいたのは人間か。ここすごいね。例の男を見つけた。どんなやつ？上海交通大学を卒業、統計学と経営学2つの学位を取得してる。金融アナリストだね。あの株式データの計算にその男が必要なんだ。アンティスボーイズはインサイダー取引をしてる。チャイナタウンにアンティスボーイズとつながりのある情報提供者がいるから位置情報を送る。何か助けてくれるか。さあ次の舞台はチャイナタウンか。一旦ここから脱出して、そうしたらね、次チャイナタウンで情報提供者と会いましょう。行きましょう。アンティスボーイズの商品は高度な技術を持つ人間だった。この行為には高度な言い訳が必要になりそうだ。そしてチャイナタウン観光に行きましょう。そういえばね、最近新潟の糸魚川市で中華料理屋から出火して150棟を全焼した火災がありましたね。年末にあれは本当にかわいそう。後ろからパトカー。そしてこのお店、こいつか。こいつを知ってるか。うせろクズ、忙しいんだ。ずいぶんいい態度だな。アンティスが連れてきたのは知ってる。理由が知りたいんだ。いや、やつは知らない。みんな知り合いなわけじゃない。シターラから聞いたんだ。教えてくれよ。最初からそう言えよ。アンティスはゴールドストリートの貿易会社にオフィスを持ってる。そこに記録がある。シターラにこれで借りは返したと伝えろ。分かった、どうも。貿易会社のオフィス。しかしこの人態度でけえな。殺しておこう。そして次、待って警察ダメ。チャイナタウンで見つけた手がかりを追う。アンティスの隠れ家だと思う。何か見つけたら連絡する。了解。株式市場をハックするのに使えそうなものを探して。そこでね、記録を見つけましょう。了解です。一旦偵察。どこ？その内側？お家の中。こいつはね、ちょっと厄介なんで潰して、そこのどう入る？そっちか。そこのガレージ開けて、で多分そっから入って一番奥、多分。行きましょうかね。今回は U100、 このフルオートのライトマシンガン。わしはこいつを持っている。その前にサプレッサー。めっちゃいっぱい来るよ、めっちゃいっぱい来るよ。よし、めっちゃいっぱい寝たよ。で殺して、さあ全員死にました。よしよし、こいつは生きている。こいつも殺して、全員死んだっぽくない？あ、ワンちゃんいた、ワンちゃんいた。このワンちゃんめ。こっちではなくて、ではない。
そっちの上、これか。これ使ってそっち行きましょうと。となったら一旦これ乗ってこっち。あ、起きた。そいつが起きた。あ、そっち行く。よし、バカめ。で、そこに鍵。そこ、それどうする？閉回路。それがそこ。で、最後の一人をそっちに呼んで行かない。よし。で、殺して。さあ、これで思う存分探索できる。どっちだ？内側のカメラ。その金庫はインタラクトしないと開かない。さてさて、どこだい？そこのどう入んだ？こっちか。よし。さあ、これで解除して、よしよし。そう、アンティスーは、彼女は俺にとって本当のアンティスーだった。俺が12歳になる頃まで彼女は優しい老婦人だった。いつもトレイに乗せた食べ物を持ってきたり、俺たちが病気の時には面倒を見てくれた。居残りをしていた時には迎えに来てくれた。彼女は中国版トゥイーティーのおばあちゃんのような人だ。小さくて親切で優しい話し方をする。そんな彼女が大きな肉切り包丁で悪党の首を落とすのを見て、俺がどれだけ混乱したか分かるだろう。で、この金庫の中身をいただきましょう。これっぽいな。何を隠してる？なんか手に入れた？書類だ。中国語読めんの？いや、でも地図や表はわかる。何の地図や表？水上ファームかな。濃度、発電機、米中間ケーブル付近の国際水域にいる。太平洋艦隊が長年そこから船や潜水艦を追い出してるけど、かなり広範囲だよ。アンティスーに感謝だな。位置情報もある。よし、そっから逃げて。さあ、一旦目標クリア。どうするんだ？荷船をハックする。中を覗けばブルームがベルウェザーを使う理由がわかるかもしれない。問題は、まあ、圏外ってことだ。なるほどな。荷船は CTOS じゃなく中国のプロトコルを使用してる。まあちょろいもんだ。お前を接続させてやる。携帯を持って開けた場所に行くだけでいい。マリンにある灯台の位置情報を送る。辺りを見渡せ。絶景だぞ。ノーミスをくれ。次はマリンの灯台。それがね、マリンの灯台に向かえ。アンティスの荷船を見つけるのは簡単だった。難しいのはその船をサンフランシスコに近づけることだ。ほいで、行くのはこっち。ここはね、初めてですね。ポイントポニータ灯台。ここに飛んで、こいつで行こう。この FD っぽい。FD かつスープラっぽい。でね、マップ。こっちね。さあ、ドライブ開始。ちょっと観光していきましょう。
しかしね、こういうオープンワールドゲーム、世界を作るってのは本当にすごいですね。どういうチームでどういう時間配分で作ってるのか、なんかドキュメンタリーで見せてほしいね。そんでそっち、この車もそっち行くの？行きません。もう邪魔だよもう。はい、よしと。さあ着きました。これがその灯台。でワンちゃんがいて、そこに待ってね、スキルポイント、それは簡単でしょう。一旦ここ乗って、でこうよ。よし、そしてそこの上、これがその飼い主、あのホームアローンの鳩おばさん的な犬おばさんで、ペイントと、ここでミッション開始。よし、準備完了だ。レイ、本当にすごい眺めだな。俺は嘘はつかんよ。仲良くしろって。準備はいいか？ああ、プロトコルの準備はできてる。荷船を確認してくるよ。また衛星か。荷船をハックしろ。計画は？設計図の見方が間違ってなければハックできそうなカメラがある。覗いてみよう。それで？乗っ取るんだ。方法が分かり次第。めちゃくちゃね。気に入った。狙いはメインサーバーだ。近くにおびき寄せないとな。侵入する。まず一旦そいつをサーチして、どこ？荷船。ね、多分そっちの、どこ？そっちの、よし、こいつか。ザックスなんたら。よしよし。おい、ハラハラさせんなよ。何が見える？ああ、奴らすげえぞ。ハイエンドマシーンばっかりだ。管理端末も見つけたが、ログイン情報を探さないと。ログイン ID とパスワードを探せ。了解です。そっち 30m 外か。そっちのカメラに飛んで、すげえな。こいつか。こいつに渡って、で多分どっかに連れて行ってくれるはず。行かない？いや、多分そっちのね、そこになんかパソコンっぽいのがあった。多分そこのラップトップ。ん？違うの？あ、違うっぽいな。ここ、これではない。ん？こいつか。新しいハッカーが来るから用意をさせろ。やり方を教えて。この端末。中国語は読めるの？数字だ。
試しても損はない。それとそこの上、ここのほぼ真上、そこにどう行く。まあ、適当にスマホを燃やして、このカメラからではそいつにしか行けないね。そこのその3ね。そう、こいつにしか行かない。こっち来る。さあ、なんか予想外の動きをしてますけども、そこ、うん、ちょ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 、どこどこ。貨物、そっちそっちに行きたい。これは中か、こっちのカメラ。いや、こっちではなくて、あのおっさんどこ行った。これ、これこれちょっとむずくない。これはそこに鍵を持ったおっさん、あいつか。そっち、そっちの外。待って、そこの軌道ってなんだ。多分ドローンがいるはず。ん、ジャンパー、こいつか。ここにもおもちゃ好きがいるっぽいな。女子よ、下からよ。バッテリーが必要で遠隔操作できるタイプだ。俺ちゃんが遊んでやれ。そんでね、どう行くの。こっからは出らんない。いや、こっちか。さっきの確かノームの像っていうのは回収アイテム。さあ、どんどんよくわかんないとこにやってきましたけども、どう行く。いや、これこっち行けんぞ。あのおっさんのキーが欲しい。よし、取って、そしてドローンにバトンタッチ。よしよし。この部屋は重要っぽいな。確かに。アンティスには2つの姿がある。法の側の人間か子供にはハリウッドのひどいステレオタイプのように、アンティは物腰の柔らかい鉛で喋る。邪魔をしたらすぐ謝り、できるだけ身を縮めて小さくなっている。腕を体にぴったりつけて頭を下げて、人畜無害を絵に描いたような姿だ。でも13歳でスーボーイズに入った時に本物のアンティを知った。ピンとまっすぐに立ち、有能で狡猾な人物だ。温和な表情は完全に消え失せていた。まるで宝石みたいな冷たさだ。完璧な英語を話し、その声の裏には常に失敗したら消えてもらうという含みがあった。俺が見ただけでも彼女自身でこれまで十数人を殺している。中には彼女の3倍の体格のやつもいた。彼女の戦い方は一方的で残虐だ。見せしめなんだ、本物のアンティスは。俺が知る中で最も恐ろしい人物だ。彼女に心酔してる。あの絵画に描かれていた女の人、あの人か。記憶するをチェックするやつは最高だな。ログインネームを見つけた。で、そしたらアクセスに必要なものは手に入った。よし、管理用端末のところに戻って。
了解です。でこいつをハック。始めよ。二船を岸に寄せるための考えはある？燃料系をいじって燃料漏れだと思わせるんだ。おお、それいいな。燃料系に細工してやった。奴らは港へ給油に向かうぞ。よし、マリンふ頭にボートを準備しとく。さあ、エラーを吐いてますね。これでミッションクリア。ポイント、ボニータ灯台。あれが多分金門橋、ゴールデンゲートブリッジで、フォロワーさん増えて、そして次のミッション。さあ次はね、ミッション開いて、マリンの桟橋でデッドセクのメンバーと会え、アンティスボイズの知ってることが知りたいか、見つからないように荷船に忍び込みメインサーバーに侵入しろ。そこから面白いものを探すんだ。行きましょうかね。レトロ、これを使って。ナイス、一緒に来るか。任せるわ。荷船が圏内に入ったらこれで近づける。そして荷船に近づけ。2キロ。マーカス、荷船の情報を市場の動きと照らし合わせてみたよ。取引が不安定になる期間と一致してる。2007年からずっと。2007年だって？ってことは金融危機は。初期ベルウェザーのテスト、影響を受けやすい状態にあった市場を操作するためのだ。アンティスはそんなに早くからアクセスできた？つまりテスト用のアクセスを与えられてた。ありえそうでしょう。かもな。約10年間。リーマンショックとかもその頃？もうちょい前だっけ。そして荷船に着いた。連絡は取れるようにね。ちょい待ってね。命綱なしなんだから。溺れないようにする。幸運を祈っててくれ。一旦降りて、そこ。これもちょっとドローンちゃんに頑張ってもらおう。計画は？あの船なら何百個ものサーバーがあるかもしれない。目当てを見つけるため管理端末をハックしよう。この上にいる人、こいつか。こいつをハックしないといけない。よし、開けて、でショックデバイスをやられる。うまいね。場所を変えよう。ていうかこれ、こんな形状の船、一応これ船なんですね。よし、ドローン復活。そこに固まっている。この連中をバッチンして、ハック対象こいつか。よし、でね、あとはそのスナイパーか。スナイパーこいつね。こいつを爆殺。よし、でさらに
気絶させて、一旦こんなもんかな。で行きましょう。わしの分を残しておいてくれ。これだって増援来ないもんね。そうか。ということはこの U100 ライトマシンガンが火を吹くよ。広いなおい。そこのね、ここに人がいて、まあ、一応閉めて、この上、これは敵ではない。こっちか。よし。なんだあいつは。なんだあいつは、さっきのは。よし、これいいな。これめちゃくちゃ安定する。これ敵ではない。スキルの効果もあってめちゃくちゃ安定する。それとね、もういない、いませんね。さあ端末を使ってサーバーの位置を特定。これでいい。バックドアは有効かな。メインサーバーが分かった。実際の場所を見つけよう。で今度サーバーに向かいましょう。持ち運び可能って言っても想像とは違う。それがそっち。まあどれぐらいの大きさだと思う？工業予算。起きたな。連絡を取れるようにしとく。よし、デブもこうじゃ。これ気持ちいいな。でサーバー、そこの下、いやこっちではなくて、そこ、それどう行く？多分こっちかなぽいね。よし、さあ降りて、そいつか。これがサーバー。サーバーを見つけた。どうやって運び出す？設計図ではエレベーターシャフトがある。やつらは言った、シャフトってやつはクソ。黙って、エレベーターシャフトの話だ。わかるよ。サーバーをデッキに上げてくれればなんとかする。サーバーをデッキに上げる？これどう上げる？こっちか。ここにリフトを持ってきて、じゃなくてもうリフトになってんのね。ということはこうですね。このエレベーターに乗っけて、よし、そしてこいつをポチ。よしよし、なんすかなんすか。くっそ、まずいぞ。抽出が終わるまで待て。状況は？もう少しだ。ジョッシュ、どうした？時計を見て。まあしかし敵は全員死んでおります。かかって今回ボケども、ボケども。くっそ。何？遅刻は嫌いだよ。まあ適当に待ってましょう。そこに一般人。どこだ？一般人ではない。ほら、あれ一体。おい、これ月じゃないぞ。お前のドローンかよ。サプライズ。僕のお手製なんだ。こいつか。
よし、でミッションクリア。ああ、くそ、最悪だ。誰か降ろしてくれ。よし、よし、よし。は？なあ、ジョシュ、これ飛ばしたことはあるか？ようやくハッカーたちに審判が下って喜んでいるところだよ。システムの欠点も明らかになった。海底ケーブルやデッドセックのような集団に妨害された件だ。しかし言っておこう、ブルームはこの問題を解決するプロジェクトを開発している。ハッカーをベルメザーにアクセスさせて試させたんだ。で、全部海底ケーブルの脆弱性が原因ってことにした。クソ、やってくれる。衛星パイプラインに申し込む企業が増えるよ。なら、ドゥシャンの情報を公開すりゃいい。ムッソリーニみたいに世間に処刑させてやる。それじゃ何にも解決しない。何もしなきゃ解決しないだろ。何もしないわけだね。一度でいいから言うことにして。おびき寄せる気だ。多分。やつは私たちの排除を最後の仕上げにしようとしてる。見せしめのために。でもみんなで決めたはずだよ。最後まで自分たちのやり方でやるって。よし、材料さえ揃えば奴を葬れる。永久にね。さあ仕事に戻って、みんなで実現させようね。ああ、よし。さあこれでミッションクリア。そろそろお話も終盤という感じですね。でスキルポイントをゲット、さらにゲット。そうしたらね、なんか取っときましょうか。利用可能ポイント20。車両のハッキング、このリソースが減少する。8ポイント高えな。ギャングアタック、これいきましょうか。警察ではなくてギャングにターゲットを指定する。これ取って、でね、さらにギャングの上位メンバーを招集する。これも取って、次は重要データ、ギャングの最強メンバーを招集する。となったらこれいこうかな。ボットネット、よしと。さあそしたらね、今回も一旦時間の切りがちょうどいいんでこだわりにして、で次回はメインオペレーション、多分次これかな。羊たちを立ち上がれ、ここに挑んでいきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次のパートでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。